筋トレは辛い。だけどストレッチじゃなかなか痩せないんです。わかりました。今回とっておきのエクササイズを全部紹介していきます。痩せにくい人の多くは体幹が弱い。これが必ずあります。体幹弱いとどうなるのか。日常的に使われる筋肉が減ってきますので、代謝が必ず下がってくる。体幹弱い状態でエクササイズをしてもですね、なかなかうまく筋肉が使えてない。腰、膝、首が痛くなったりしてしまって、もしくは一般的にやる回数、秒数というのがなかなかできない。そうなると代謝も低いし痩せる状態に持っていけないんです。そこで今回とっておきのエクササイズを一緒に頑張ってもらえたらと思います。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回、痩せやすくするために大切な体幹が身につくとっておきのエクササイズを全部紹介していきます。何をしたらいいのかわからない。ストレッチや筋トレじゃなかなか痩せない。そういった方はまずこの動画だけをですね、何度も見ながら一緒にやってください。それでは一緒に頑張っていきましょう。まずは、フロッグプランクです。足を広げます。お尻を上げます。肩の下に肘つきます。スマホは顔の下です。これで腰が反れないように腰を丸めてキープ。お尻を締めてキープ。30秒キープです。お尻が上がらないようにしっかり締めて、股関節を下に下ろす感じでキープです。低い方がいいです。これでお腹を締める力、胴体部分の体幹部が鍛えられます。股関節痛い方はもう少し膝を閉じても OK です。お尻を締めて、あと少しです。OK です。次は今の状態で手を脇の下につきます。腰から下は一緒です。お尻を締めて。これでできるだけ低くなってキープ。ちょっと難易度上がります。いきます。辛くなったら途中で上がってもいいです。できるだけ低くキープ。これで胸、二の腕が鍛えられます。胴体部分の体幹もしっかりしていきます。頑張っていきましょう。30秒。腕がプルプルしてると思います。脇広げないように脇締めて、あと少し。お尻を締めて、あとちょっと頑張って、あと少し。 OK。 肩の下に肘をつきます。足を閉じます。これで体を腰を丸めた状態で持ち上げます。これで膝を上げる、閉じる、上げる、下ろす。繰り返していきましょう。いきます。こういう感じです。お尻は上がらないようにお尻を締めて。膝つく、膝上げる。繰り返していきます。これで体幹部がしっかり鍛えられます。楽な方は膝つけずにキープでも OK です。辛い方はたまに膝をついて OK です。次は今の状態で右手左足をパッパッ、こういう感じでピンピンと伸ばしていきます。動きはゆっくりの方がいいです。いきましょう。あとできるだけ気持ち一回止まる感じです。バランス悪い方はすぐ入れ替えてもいいです。できるだけゆっくり、こういう感じです。左手右足、右手左足っていう感じです。OK です。今のでエクササイズの際に体がブレなくなってきます。はい、今度はスマホは前に置いて横向きで寝ます。手は腰、肩の下に肘、体を持ち上げる。すねの横が床につかないように足の側面だけで体を持ち上げます。
これでキープです。いきましょう。楽な方は足を上げる、きつい方は足を下ろす、こういう感じです。足をパカパカしましょう。辛い方は膝から下ついてもいいです。こういう感じでもいいです。足持ち上げるとお尻も鍛えられます。あと少し OK。 反対もいきましょう。体を持ち上げていきます。キープ、しっかり胸張って、下を向くとまっすぐなってるようにキープ。上の肩を後ろに持っていくぐらいがちょうどまっすぐです。辛い方は膝から下をついて、足上げるの辛い方はキープ。これでいいです。できることをコツコツしましょう。はい、これでもいいです。いける方はこう、はい OK。 最後、スマホを持ってかかとだけ下について、肩の下に肘です。お腹をへこませます。おへそ覗き込む感じです。これで体を浮かせる。はい、行きましょう。これ30キープです。頑張って、ふくらはぎが床につかないように頑張って、おへそはへこまして、お腹はへこますんだけどお尻は高く、あと少し、スマホ見ながらでいいです。頑張って、あと少し、これラストです。OK。 お疲れ様でした。今のが全部できてくると代謝がとても高くなって、姿勢が良くなって、エクササイズの際にフォームが良くなって、痩せやすくなるスピードが上がってきます。今の体幹トレーニングは全て基本になる分ですから、必ずできるようになっておいてください。これぐらいできてくると他のエクササイズが効かしたい筋肉により効くようになったり、これできてるのかな、できてないのかなっていう不安もなくなってきます。大体基本的にできてきます。ぜひこの動画を見ながら何度もやってください。サブチャンネルとしてタートルワークアウトという名前でチャンネル作ってます。そちらの方では解説を控えた状態で動画配信してますので、とにかく今から動きたいっていうだけの方はですね、タートルワークアウトの方に行って動画を見ながら何度もやってください。でこのタートルフィットネスのメインチャンネルではやり方をしっかり解説しながら一緒にやっていく動画になってますので、これやるメリットなんだっけって忘れたらですね、タートルフィットネスを見てもらって、しっかり解説とやり方を聞いてエクササイズをやってもらえたら、より効果的に痩せやすくなってきます。ということで、頑張ってやってみた方、全部できた方、できなかったよって方も、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、違う形でいつも配信してます。ぜひフォローだけでもしておいてください。たまに見た時に、あ、こんなものあったんだなとかね、 YouTube に載ってないこと載ってるじゃんとかね、気づきがありますんで、フォローぜひしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。